焦ったので報告。ここはワトソンレイクのキャンプグラウンドで、後ろのドアを開けてちょっと鳥でも撮影しようかなと思っていた矢先、隣のワトソンレイクで何やら水音がパシャパシャと したと思ったら グリズリー どっかのバカがさばいて捨てた鮭をくわえてダッシュで走っていきました。いやー、早いね。いやー、なんかでっけえ魚でも跳ねてんのかなーとか思ったらさ、ちょっと薄茶色の耳がぴょこっと出たわけよ、草むらの中から。いやー、今はさ、ちょっと笑ってられるけどさ、いやー、すごいです。なかなかすごいです、これは。はあ、びっくりしました。とっても。ここの後ろをさ、開けて、野鳥がね、ちょうどいたのよ。ちょっと大きめのカラスみたいなやつがね。はあ、そいつを写真撮ろうとしたら、なんとグリズリー。ここにはあんまり出ねえだろうと思っていた矢先だったんで。はあ、びっくりびっくり。速攻で閉めたよね。すぐにエンジンかけられて逃げられる準備もして。いやー、アラスカ。退屈しないです、いろんな意味で。ほんとすごいね、この場所は。一番平和なのは今、魚釣りしてる時だけかもしれない。以上、ワトソンレイクキャンプグラウンドからお送りしました。バイバイ。